当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。ではね、ちょっとこれは2813系だね、比べてみましょう。ああ、もう動き出したね。では日付、曜日見ててください。もう先に日付変わったね。そしたら曜日が変わるとこれが2813系のディスクの動きだね。あ、先に変わったね。こういう風にちょっと違いがあります。ムーブメントの特性なんだけどね、こういう風に作ってあるのはやっぱりオリジナルとか出た系だね。2836、2834系、汎用機だよね。汎用機なんだけど、汎用機もものすごく質のいい汎用機だから。あら、ここじゃなかった。が合わせたな。何時？で、まあ一瞬白目は向くんだよね。ほら、これは曜日ディスクの関係です。曜日ディスクの関係上、こういうふうに白目を一旦向く。ではね、ちょっと裏側というか、そのローター側も少し見ていきましょう。2813系と、あとエタ系ですね。エタ2836とか2824とか、そういったもののムーブメントですが、ちょっとこちらはね、エタ系ですが、ちょっとあれが外れちゃってるね、ディスクが外れちゃってるんですが、的には全く一緒なんですよね。切り替えの早送りは一緒になります。で、この真ん中の歯車、ここに要はこういったディスクが乗るんです。ほんとちょっと今サイズが合ってないんですけどね、サイズが合ってないんですけど、こういったディスクが乗るんです。まあ、エタ系の方がパキンと変わる。これはまあ仕組みというかエタの特性ですね。エタのムーブメントの特性になります。2836、2824、その辺の特性になります。ほらね、きちんとパキンと変わります。この日送りのこの車、これによってパキンと飛ばしてあげることができるんですよ。うん、素晴らしいですね。素晴らしいですね。切り替え車が今ね、動き出しました。で、ここでね、パワーを貯めておきます。パワーを貯めます。動かなくなるとパワーが貯まりますから、バネの力を利用してとは動きましたね。そうやって言ってるうちに、どうこう言ってるうちに、要はこの切り替え車、パキンと飛ばすと同時にこのカレンダーディスクも回します。そしてこの曜日ディスクもパチンと回してあげるんだよね。2つ一緒に仕組みを作ってあげてるんです。では2813系を見てみましょう。2813系も仕組みは一緒なんですが、パチンと飛ばせるそのあれがないんですよね。パチンと飛ばせるバネを装着してないんだよね。で、あのパキンと飛ばす、パキンと飛ばすその力って結構強めのバネが必要になりますから、2813系はここですね。ここが日送り車になってますので、ぐにゃっと変わりましたね。そしてここが曜日を送ってあげる中間車で、ここが曜日のディスクが乗ってる
歯車になりますので、ここに曜日が乗っかってると仮定してください。今ここに歯車がかかり始めましたね。もう 日送りはとっくにされてるのに、日送りされませんね。ぶっ壊れてんな。うっとうしいな本当に。お前よ、何なんすよお前。壊れてるわ。頭くんだけど本当に。何なんだよこいつ、このムーブ本当に。大っ嫌いだわ本当に。まあ、壊れてるから説明しますけど、日送りされました。したらそのと同時にここもね動いてくるんだよね。こう本来であればこういう風に、爪が折れてる。ここのね爪が折れてるわ。うっとうしいな本当に。とてっきらいだわ、説明しようとしてる。マジでクズねえかこいつ、クズだわ。なのでちょっと説明はできませんが、たまくんな本当に。まあしかもね壊れやすいんだよね。こういう風に壊れやすいんですよ。本当に壊れやすいのこいつ。ってことになりますね。まあこれはエタですけど、まあジュエル数の違いだったりいろいろありますのでね。でこの2836、2834もそうなんですけど、こことこの歯車あるじゃないですか、デイトの歯車。これを入れ替えれば あれになります。 GMT 機構もにもできるんですよ。変えることができる。でエタのその面白いいいところって、普通機械式時計って例えば日付9時から4時の間は日送り早送りしちゃダメですよ、カレンダー早送りしちゃダメですよと言われてますが、板の場合きちんとかわすことができます。ここ日送りの要は日送り車を壊すんですよ。日送り車を壊すので、そういった時間帯には早送りしない方がいいですって言われてるんですが、板の場合見てください、ちゃんといなすんですよ。ほらここの切り替え車、ここに注目してください。今日付が変わったばっかりですね。ほらいなしてくれるんです。すごいですね。例えばじゃあ日送りした直後にやってみましょう。はい、日送りしましたね。そしたらこの時間帯で早送りしてみます。ほらわかります、ここのバネの部分、バネでパーンって先ほど飛ばしてあげたこの部分がきっちりいなしてくれるんです。今日送りして間もなくですから12時10分とかそれぐらいでしょうけど、きちんといなしてくれる。曜日の早送りもほらいなしてくれるんです。これはやっぱ素晴らしいところだね。さすがさすがエタ系ですね。きちんといなしてくれるっていうのがあります。まあ、意外とそのデメリットっていう部分も意外とあるんですけどね。その辺はじゃあ次回ちょっと説明していきますか。今日はちょっとねエタ系の素晴らしいところを説明してみました。今日はちょっと比べをやってみました。まあ途中グダグダになったけどね、動かねえんだよ、壊れてんだもん、もうイライラするなんてね、イライラすると思って、とても嫌いなんだよ、いや実時マジ嫌いで。まあそうやってまあ比べてみましたけど、動き要はあそこの切り替え車にこう力をためてパーンって動かすような機構がついてる。そこにその違いがあるというか、だからこう一瞬でパンと切り替えるように見えるんですよ。まあ、
まあ、ちゃんと回ってるんですけどね、飛ばしてるって感じはね、こうある程度まで時間になると、あの家具切り替え車が力を止まるんですよ。こう動くんだけど、ある程度まで行くと止まるんですよ。力をため始めるんですよ、バネの力をため始めて、で、まあ、12時に機械だとパーンって飛ぶっていう、飛ばすっていう、こういう風な仕組みになりますんでね。ちょっとまあ今回やったのは12時ちょっと過ぎてましたけど、そこはまあご愛嬌ということで、ご愛嬌ということで、やっぱりね、でもやっぱりこうやって見ればやっぱね、竹のいいなと思いますが、デメリットもやっぱりあります、うん、やってみて結構その不具合というのは、修理で入ってきてるんですが、絶対ここも壊れてるだろうなっていう箇所結構あるんですよ、俺が感じてるところなんですけど、この枝系でね。っていうのも切り替え車が2つついてます。枝系、この枝系は両巻き機構です。両方で巻くため、両方で巻けます。ゼンマイがこっち巻きでもこっち巻きでもどっち巻きでも巻けるんですが、それをやっているがために切り替え車が2つついてるんですが、その切り替え車がまた悪さをするっていうのがね、意外とこれ多くて、結構この不具合っていうのはあるんですが、次回ちょっとその不具合もちょっと見ていきます。ここにその切り替え車によってこれが壊れる、あれが壊れるっていうのは、こう結構連鎖的に壊れていく傾向にあるんですよ、このエタ系っていうのは。まあ、気づいたことですけどね、俺が気づいたことですけどね、それもちょっと次回紹介していこうかなと思います。まあいいのはいいんですけど、やっぱりね、そういったところも悪さというかデメリットの一つだとしてちょっと感じてもらえればなと思って、次回ちょっとそちらもね、やっていきましょう。ってことでね、ちょっと今日はムーブメントの比べをやってみました。同じまあ普通のね、三振の時計ですが、デイジーとディスクのやつ、そのディスクの乗せ方によって変わるというかね、エタはあのディスクを、曜日ディスクを GMT にも変えれますから、まあ汎用機って言ったら汎用機なんですよね。まあでも2813系もそうですけど、2813系は3804とかになるんですが、あれが24時間系になったりするんですよ。まあそれにこういろいろこう歯車を取っ替えてるんだよね、ムーブメントっていうのは。 GMT、デイデイと24時間ハーリーが乗っかったりと、こういろいろその乗っけて、このねオプションをつけていってる感じになるので、いろんな機能が追加されればそれほどそのムーブメントにストレスがかかりますから、このデイデイとその曜日ディスクがあることによって、それをまたストレスですからね、一種のストレスですからね。まあ一番いいのはやっぱり文字盤じゃないや、カレンダーもないのが一番いいですからね。カレンダーぐらいはつけたいですからね。ということで、ね、次回ちょっとね、この枝毛の良くないところ、感じてるところですね、やっぱり修理依頼をやってきて、あ、こんなところも良くないなっていうところは結構あったので、それもちょっとご紹介していき、お話ししていこうかなと思ってますんでね、次回また楽しみにしておいてください。でこういった日々の作業はね、インスタ、ツイッター、そちらによくアップしておりますので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。